白い季節が終わりを告げて、動くよ広報誌北海道。当庁からのお知らせや地域情報などを分かりやすくお伝えします。今回は北海道立学校実習女子寄宿舎指導員採用候補者選考検査の申し込み受け付けについてご案内します。北海道教育委員会では道立学校実習女子寄宿舎指導員採用候補者選考検査を9月23日日曜日に北海道札幌南高校で行います。検査はマークシート式による教養検査と作文検査を実施します。受験資格は高等学校を卒業したもの、もしくは平成31年3月31日までに卒業見込みのもの、またはこれと同等以上の学力があると認められるもので、昭和34年4月2日以降に生まれた方です。申し込みに関する書類は北海道教育委員会のホームページにおいて閲覧およびダウンロードできるように公開しております。また北海道教育委員会の教職員課および各教育局で受け取ることもできます。なお願書の郵送を希望される方は教職員課に連絡してください。受付は8月15日水曜日から8月30日木曜日までに必要事項を記載して持参していただくか、簡易書き留めで郵送してください。郵送は8月30日の消印有効です。どうぞお早めにお申し込みください。検査の内容など詳しくは北海道教育委員会のホームページをご覧ください。検索ワードはこちら、検索北海道実習女子寄宿舎指導員採用です。北海道の未来を担う子どもたちをしっかり育てていくために皆さんのお申し込みをお待ちしております。以上、今回は北海道立学校実習女子寄宿舎指導員採用候補者選考検査の申し込み受付についてお届けしました。ご視聴ありがとうございました。